セカンドハウス作ったのね。さて皆さんどうもこんばんは。今は午後10時です。タピちゃんなんか寂しそうに見えるでしょう、まあ、僕の声を聞いてねおいって感じでこっち来たわけですけれども、今日は皆さんにねお得な情報をね提供したいと思います。タピオカちゃん3年9ヶ月目になっているんですけれども、もうなんか異常なほど長生きですよね。でそれでいてもうものすごくツヤツヤ、毛並みも美しい。白内障は仕方ないとしてね、なんか病気も2、3回かかったことはあるといえども、全然元気でうんちブリブリご飯たくさん食べています。まあ、本当にね、最強のスーパービバンドだと思うんですけれども、こんなに美しい、しかも長生きでいられる秘訣、絶対にあると思いませんか？はい、あるんですよ。ということで、それを皆さんに紹介したいと思います。これはですね、ツイッターでもかなり僕に個人メッセージで質問をいただいた内容でもありました。ハムスターに生野菜は週にどれくらいあげてるんですかという質問です。それに具体的にお答えしたいと思います。タピちゃん、要するにね、今、君のお食事の時間だよ。僕がいつもあげているのは、だいたいこんな感じの食事です。てれれれってーん。もうね、コース料理なんですよ。例えばこれパプリカでしょ？これはカボチャの破片でしょ？これはね、カリフラワーでしょ。で、これは、なんだ、鶏胸肉茹でたやつでしょ。で、これなんだ、これ、さつまいもでしょ。で、これはね、なんか多分ね、なんかすごいね、グリーンリーフでしょ。わかんない。で、これ、ブロッコリーでしょ。みたいな感じで、あと、ここね、トウモロコシもあります。要するに、1、2、3、4、5、6、7、8種類。8種類の野菜とか鶏肉を、タピちゃんに、だいたい毎日あげてるんですよ。これがすごい。で、ちなみに、ここにあるのは、ナッツですね。ナッツをね、細かく砕いて、おばあちゃんハムスターにも食べやすくしているものを与えてはいるんですけれども、まあ、好みがね、いろいろですね。で、結局、この子何が好きかっていうと、今あげてるコース料理が大好きです。で、やばいのが、これ全部ね、一晩ですぐなくなるんですよ。だから、この超おばあちゃんハムスターね、全部食ってます。すべて黒いね、ツヤツヤうんちにね、変換してくれてます。これがすごい。毎日たくさんご飯を食べれて、それをしっかりうんちにできている。だからこれがね、もう長生きの秘訣、他ならないと僕は思っています。で、じゃあそもそもなんでこんなたくさんご飯食べれるのかですよね。そこが本質です。答えは毎日の野菜にあります。ご飯をたくさん食べれる、それすなわち消化器官がむちゃくちゃ健康的、消化器官が健康的になるには腸内環境などを気をつければいい。そのためには皆さん何をすべきでしょうか。はい、これも僕は再三動画で言ってることなんですけれども、生野菜を食べたらいいんですよ、人間も動物もね。そしたら、まあ、いろんな話があるんですけど、一言で簡単に言ったら、善玉菌が腸の中でたくさん増えます。そうすると、まあ、腸は生き生きして、食欲も湧く。ということになります。でね、まあ、これがペット業界の罠って言ったらちょっと失礼なんですけれども、まあ、難しいところがあって、ペットショップに行ったらペレットとかいっぱい売ってるじゃないですか。ペレットは当たり前なんですけれども、ペットに食べさせる用の、フードなので、これさえ与えておけば OK っていうふうに思っちゃいますよね。まあ、あながち間違いじゃないんですよ。それだったら、まあ、平均寿命までは全うしてくれると思うんですが、まあ、さらにその上、自分の大切なペットを限りなく長生きさせたい、限りなく健康的にさせたい場合はですね、ペレットだけが最適解ではないんですよね。その答えは皆さん分かってると思います。加工食品だからです。添加物とか保存料とかね、まあ、防腐剤、いろんな便利なものが入れられてるからですよ。まあそれが具体的に何がどう体に悪いっていうのは正直難しいところです。それを解明したいんだったら疫学とか栄養学とか、本当とことんね、研究したって難しいんですよ。複雑に栄養素とか、デメリットが絡み合って一概にこれが絶対にダメだっていうのが難しいんですよ。でもまあまあ、一言で言ってしまうとですね、新しいものとか防腐剤とか、いろんな人間の手がかかったものを、与えてしまうと、ちょっと割とね、長生きしにくい可能性もあるんじゃないかなというふうに考えられてるっちゃ考えられてますね。もちろんだからって生野菜をあげるのもめっちゃリスクはあるんですよ。それは皆さん分かってると思う。例えばアボカドとかニラとか玉ねぎとかネギとかね、もうあげたら一瞬でアウトのものあるじゃないですか。他にもソラニンとかやばい物質が入ってるもの結構あるんですよ。そういうの何がダメで何がいいのかっていうのもしっかりと自分で調べなくちゃいけませんね。うん、その上で安全でかつ、まあ、栄養価に富んだもん野菜とかお肉を複数種類あげれる、それがハムスターとか、まあ、ペットが長生きになる最適解だというふうに僕は考えています。まあ、なのでまあ、いろんな種類のオードブルを僕はあげることを推奨していますけれども、
もしこれを真似されたい方は、本気で自分でしっかりと勉強していろんな情報を収集してあげてください。本気で自分のペットを健康にしたい、本気で自分のペットの人生を最後の最後までいいものにしたいと切に願う方はですね、そういう努力を惜しまずに頑張っていただきたいと思います。そしたらね、3年9ヶ月生きてくれてますよ、うちのタピちゃんは。ぜひこの幸せを、動画を見てくださってるみんなにもね、共有していただけたらと思うので、ぜひ真似してあげてください。それが皆さんのペットのためになるかもしれません。ということで今回は、僕が皆さんに、お伝えできるちょっといいお話でした。この動画がねためになった、まあ参考になったかもしれないなと思った方はね、ぜひグッドボタンをよろしくお願いします。またタピちゃんもっと長生きしてねと願ってくれる方もね、チャンネル登録や応援よろしくお願いします。ね、タピコいつも元気でありがとうな。なあ、タピコがうちに来てから今に至るまで、俺の人生もすっごいいっぱい変わったよ。いろんなことをタピコと一緒に経験してきて、な、俺のいろんな成長を見守ってきてくれてありがとう。タピコはずっと永遠に大切な絆ですからね。絆。ずっと大切だからね。じゃあねー。バイバイ。